ディアゴスティーニがある。ディアゴスティーニ、アルティジョを作る。うん。あ、本当だ。一貫だ。あ、水車置いてんのか。しかもよく見るとアルティジョのパーツがあるね。あ、本当だ。ズームにしてみると、うん、これなんだこの焦げた跡。フロントのレジとかも大体壊されてるけど、こんなとこに金なんか入ってるわけもない。金庫とか。奥行きがかなりあるね。2010年5月。ここにも階段があったのか、前回知らなかったな。前回はなんで警察が登場したから、それどころじゃなかったもん。その途中で逃げ出して。フロントウェーブの社長オナラプー。まさか人住んでないよな。
廃墟ってそれがあるって恐ろしいんだよな。警察が来たらここは脱出ですね。その時俺が、うん、あのスーパーのレジ袋をカバンに入れてるんで、うん、俺のカメラとあなたのスマホを袋に隠し、そうそう、まあ、絶対そこまで調べねえっけね、うん、この服の下とかに隠して脱出し、ビデオカメラ4時間後くらいに回収に戻る。そこまで徹底すればまあバレねえっしょ。地下室か、こういうくせえ。うん、そうかな。でさっきの出口から脱出し、もう雨が降る中歩き続け、道路をぐるっと回ってさっきの車に戻ると。でとりあえず下のセブンにいて4時間ほど時間を潰し、捕まらない限りは負けじゃない、うん、ピッカピカ、もったいないな。ヤクザが経営してるって噂だけどね。なんか事件起こして捕まったとか。怖い。あの廃墟検索マップに書いてあった。上から開けましたよ。で地下室がまだ。うわ、くっさ。いやこれちょっと近寄れねえな。これみんなうんこだよね。動物の糞だらけ。うん。ぬいぐるみかわいそう。本当だ。いや、人住んでそうだよね、こういうとこって。うん、確かに。この服とか、うん、毛布とか灰皿とか。だっておっとね、リゾートイン長岡人住んでたの今年っすからね。え、リゾートイン長岡今年、今年、今年いつの人がいた。じいさんが住んでる。よくあんなとこ住んでる。だって夏は草とかすげえしさ、蜂の巣もあるかもしんねえし、虫もいっぱいいるし、アコ廃墟なんてもう30年40年経つぜ。そうそう、
とこかな。元経営者かな。だとしても相当年いってるだろうな。うん、まあ廃墟でパンパースつけてるグレーだから。相当年いってるかも。うん。うわすごいカビ。死ぬカビだ。上の階に行ったら雨漏れしてるかもね。首吊りみたいな。俺も思った。でもここって有名じゃなかったっていうだけで、さ最初の泥棒が入ったのってもう何十年前かもね。あ、泥棒入ってる。いやだって見た感じ泥棒入ってるじゃん。こんなに荒らされて。俺スーパーファミコンがある。あ、明らかに不法侵入者の足跡があるし。あ、これカラオケボックスか。あ、くっさ。行き止まり。うん。変な階段。これもなんか謎らしい。ん？なんかスキーター。だね。ね。ってことは結局あの一番奥の階段しかないわけか。滑るな。滑る。以上別に。あ、あった階段。うん。賞味期限2011年。すげえ固まってるもんね。こっち開封しちゃうけど。11年もの。
もし死体見つけたらどうします？警察呼びます？呼ぶしかない。でもたまにテレビで議論されるのが、不法侵入って何なのっていう、じゃあ何が不法で何が合法なのかっていう。いや、廃墟で人が倒れててそれ助けに行ったらそれは犯罪になるのかって話になるし、どっかの廃墟でね、なんか白骨死体があるって噂があったんだって。で噂を聞いた子供のお母さんがね、その廃墟入ったんだって。本当に白骨があったって。で警察を呼んで大騒ぎになったわけだけど、それでお母さんが罪にならんのかっていうと、ならないと思う。じゃあ俺たちもなんか女性の叫び声が聞こえたから、聞こえたような気がしたから、まあ、心配で様子を見に来ましたとか、まあ、死体があるっていう噂があったので事実確認のために訪れましたって言ったら、それは合法になるのかっていう。確かに目がね、あ、5階まであるのか。うん、さっき来たとこ、さっき来たとこ、あ、この裏側か、表記が雲かと思ったら、なんかあれが、表示物が枯れてじゃあ上行きましょうかね。通路を塞ぐようにして、まあ、ぶっちゃけどの着室も同じような感じなんでしょうね。あれでも本当物が多いな。誰かがうんこしたそのままになってんの。これ人誰かだ、もう人住んでたな、ここ。うん、あれ、コンドーム持ってる。コンドーム持ってる。それコンドームなんですか。コンドーム。やばい。やったんだね、僕。で、うんこもして、ケツ振って。しまった。そうそう、びっくりした。ここ綺麗。いや、でも蓋開けたら、でもここもなんか人がありましたって感じの、だいたい一番低い客室と一番高いところの客室ってなんかあるよね。普通じゃないものが、人が住んでたりとか。俺もみんな布団がなんか飛んでるっけね。なんか染みついて嫌だし、しかな。しかもね。
気持ちを。ここは消火器が巻かれてんだな。確かにまだ綺麗な感じだし、最近のやつだったりしてな、うん、怖えそれ。なんでお玉みたいなのがあるんだ。賞味期限はいつだろうね。切ったやつあれですよね。それ明日のセブンで買ったんじゃない。確かに。なんか謎のメモがしてあるね、うん、お金のあれか、金に困ってた。あ、賞味期限書いてある。2015年。15年かってことは14年に買ったんだな多分、うん、あ、こっちのパンは13年2月になってる。ん？あ、12月か。でもこの感じだと一泊だけしたのかな、うん、ね。でもこの水でカップ麺作ったんだろうね12月に。雪すごかったろうな、ね。2万7000とか1万5000とかなんだろう。1万8000、3万、悟空の戦闘力？悟空の戦闘力。一番下の階って怪しいよね。てか、もう人住んでないよな。薄型テレビだ。何でもない。ちょっと机が違う。うん。でもなんか久しぶりに入ってきた感じがするな。どこの部屋も同じような感じだな。こっち側は和室なのかな、ね、向こうが洋室で。でも奥に人隠れてたりしてな、うん、しかし1軒目の入っててすっげえ時間取ってるよね。恐竜大丈夫かな。ここも酒とタバコか。2020年11月。これ多分騎馬騙しに来た若者かなんかが多分これ酒飲んだのかも。かもね、うん、で後から来た探検隊がこれいつの賞味期限だろうと思って裏返しにしてそのままなわけだ。そう、なんとなくのね。テレビが一部すごい楽しい。スティッキー大薬事、やっと大薬事だと見えないと思ってた。当然、女湯。あれ、あ、ん、あ、びっくりした、1年後1年と消えた。心霊現象だ。
わあ、鏡注意だね。動物たちはここから侵入するんだろうな。え、この露天風呂から。こんなところでこけたくねえな。軽く怪我する。相当痛いと思う。ここの鏡か。やばいもん発見しましたよ。これクマじゃないかな。マジ？でかいもん。こんな大量だしね。この露天風呂、ガラスも何にもないし、ドアも全開だから下手するとこの中で遭遇ってこともありえるよね。うん、クマと遭遇マジ勘弁だな、うん、あと見附市の市営住宅の最上階にクマが出たって。最上階？最上階、クマが登ってきて3階か5階嘘ほんと2年ぐらい前だよ最近クマね、やばいからね、カツラ。うん、普通に街でも出てくるし。なんだこれ。人気だね、年賀状まであるよ。うん、不気味な。不気味ない金庫は破壊されてる。あっちやな、ここアスベストみたいだし。確かに、うん、なんだこれ。お父さんが体験した怖い話がある。なんで石像か犬抱いてんだろう。マリアゾンみたいなのか。あ、これうちにあるやつだ。麦茶54袋フレス2本。こんな家庭用ゲームがさっきから。うわ、すごい。いや、マジですごい。あります？うわ、すごい。何の部屋なんだっか。まあ、経営者の部屋かな、ね、ガンプラとか。すげえ、ゴミの部屋だ。うん、あ、パズルが途中だ。完成することなくしかも色も冷めてるしね、うん、この部屋熱っ。窓が
も締め切ってるし、うん、このお部屋見たことなく多分タミヤのほら戦車だな。リュウカの監督まあ、元から荒れてたのか泥棒が荒らしたのかはもう今となってはわからない。なんだこれ、星の降る夜はあなたと二人で踊ろうよ。なるほど。ああ、こういうのはないたずらのなんだか、うん、マットレスがないなんだこのバラバラになってるの、これこのなんか謎の塊。ネオジオマット、このゲーム機ん？ゲームが好きだったのかな、このゲーム。もうここんちすごいよ、ゲームが。あ、鏡がある。貞子みたいな。反射に気をつけないと。検索中。ここにも下にも鏡が置いてある、うん、絶対遭遇したくないのあれはちっちゃいのがある。冷蔵庫の雑誌もみんな見てる。ここにもこう多分人間のじゃないよね、タヌキかな。またここに怖い話。俺が怖い話好きなんだよ。サダコって書いてある？ん？サダコさん。なるほど。サダコさん。え？経営者の名前がサダコだったのかな。なんでサダコ？鉱山源っていう歌手なのかな。うん、いや絶対読み方違う。ホテルっていうかなんか大勢で暮らしてた感じだよね、うん、これ枝豆を散らかしたまま、うん、家族が住んでたのかホームレスが住んでたのかまあそうなってはわからないね。物めっちゃあるね。あ、住んでたんだろうなこれ完全に。だ電化製品まで置いてあるし。靴も片っぽ置いてある。2010年か。しかも妙高自動車学校って書いてある。逃走犯でもももうここにかくまってたのかな。もはやそう見えるよね、うん、あ、これだな、ニッスイの枝豆。ペットボトルになんかなかなか綺麗に流してるね。本当だ。よくわかる。賞味期限は2011年になってるな。あ、コウモリだ。どうした？鍵かかってる部屋って見ました？この辺の。あ、これここ見たっけ。見てない、まあ何にもない。
あ、まあ再び向こうの客室行きましょうか。これ最初の部屋だよな。向こうまだ見てないよね。4階なのにうんこがあるからね。大人のおもちゃがある。本当だ。しかも2個も。サバジに。なんかトーレもそのまま乗ってて、うん、うわ、一個怖っ。うん、でもちょっと気になるな。飛ばないように。鍵かかってる。怪しいね。そこが住んでるところでしょ。ありえるんだよね。ありえる。うん、今ゴミ屋敷になってる。うん、また2020年のビールか。こっちすごいっすよ。
ゲーセンからパクってきたのかな。とりあえず人はいないな。ゲームっていくつあるんだろうね。まあ当然使えるようなものは何一つないという。うわ、ここのあそこにうんこがある。そろそろ出ますか、うん、暑いし、ここ最上階だ、最上階の奥の部屋だし。うわ、生ゴミだ。うわ、ウジ虫だらけになってた。カレンダーは2010年か、やっぱり、うん、生ゴミもそのまま。しかし最初1軒目でこれだけ時間取ってたら本当回りきらんないな。またホテルだとね。そうですな。またゲーム機。ん？なんか光ってる？いや、反射か。鍵が反射しただけか。びっくりしたな。鍵。この中に誰かいるかと思った。ホームレスか。確かに。まあ本当にそうかもしれないしね。住んでた可能性が。うん。